岡本敦氏は、三重県名張市出身の元プロ野球選手、宇藤右打ち。現役時代は一貫して、西武ライオンズ埼玉西武ライオンズに所属。2016年の現役引退を機に、タレントとして活動している。大阪府茨城市で出生小学校5年生の時に、三重県名張市へ転居した。 海星高等学校の2年生だった1998年には時速 140km を超える速球を武器に AS として第80回全国高等学校野球選手権大会に出場。翌1999年の第71回選抜高等学校野球大会ではチームを準々決勝進出に導いた。3期連続で 阪神甲子園球場での全国大会出場を目指した夏の三重県大会でも決勝に進んだが3点リードの9裏に4点を失ってさよなら負けを喫した NPB 球団のスカウトから入団を誘われていたが体力に自信がなかったことからプロ志望届を日本学生野球協会へ提出せずに明治大学へ進学進学後は 東京六大学のリーグ戦通算で48試合登板、12勝8敗、防御率2四4 16 1 161奪三振という成績を残した。2003年のプロ野球ドラフト会議で西武ライオンズから6巡目で指名。契約金6000万円、年俸1000万円という条件で入団した。背番号は28。2004年には、 一軍公式戦10試合で1勝1敗をマーク。しかし、通算28イニングで15支球、5支球を出すなど請球難を露呈したほか、防御率が9.32位に達した。2005年には、オープン戦で高騰したことから、一軍先発陣の一角を担うことを期待された。4月1日には、開幕6戦目の東北楽天ゴールデンイーグルス、1に先発。新球団。 楽天の本拠地であるフルキャストスタジアム宮城の小ラ落としにあたる試合でもあったが右肘の痛みを隠しながら登板する羽目になった。その影響で1回裏に先頭打者磯部光一から球団創設第1号の本塁打を許したことを皮切りに連打を浴びて早々に降板。結局敗戦投手になった。シーズン通算では一軍公式戦3試合に 登板したが、先発登板は前日の1試合のみで、防御率は20.25と、前年より悪化した。また、イースタンリーグ公式戦にも13試合へ、登板したが、防御率が4.92位を記録するなど振るわなかった。2006年には、1軍公式戦6試合、2007年には2試合に、登板。いずれも勝敗はつかず、2007年に3死球を、記録するなど、 請求難を克服できなかった。同年には、先発、中継ぎの両方で、イースタンリーグ公式戦二十五試合に登板したものの、防御率が五点九三にまで達した。二千八年には、一軍公式戦十四試合で零勝二敗、防御率五点五一を記録。しかし、シーズン終了後に股関節の疲労骨折が判明した。このため、二千九年には、 幹部のリハビリに専念。プロ入り後初めて一軍公式戦への登板機会がなかった。2010年には開幕からイースタンリーグ公式戦で高投を続けると7月に一軍へ昇格。7月7日の対オリックスバファローズ戦で自身6年不利の一軍戦勝利を挙げた。昇格当初は先発投手が早い回でマウンドを降りた場面からの登板を中心に ロングリリーフで高騰。一軍監督、渡辺彦信監督の信頼を得たことから、夏場以降は、長田修一郎、藤田太陽、ブライアンシコースキーに次ぐ4番手の中継ぎ投手として、要所でも起用された。長田の藤田が交互に戦線を離脱した期間には、二人に代わって、セットアッパーとして登板。9月15日の対オリックスバファローズ23回戦では、 9回裏、一種からの救援当番でに、3回を無失点に、抑えたことによって、一軍公式戦での初セーブを記録した。さらに、チームのレギュラーシーズン2によって進出した、クライマックスシリーズでも、2試合の当番で無失点に、抑えたが、シリーズ終了後に股関節の疲労骨折の再発が、判明した。2011年には、プロ入り後初めて、 公式戦の開幕を一軍で迎えた。再発した股関節の骨折が感知していなかったものの、長田の藤田シコースキーが相次いで戦線を離脱したことからクローザーに起用。6月頃に不調へ転じると、クローザーを新人の牧田和久に明け渡す格好で出場選手登録を抹消された。8月の再登録以降は、 前の投手が作ったピンチを切り抜ける役回りや、ミンチェ、マキタにつなぐセットアッパーとして活躍。8月10日からの救援登板26試合で、1失点、防御率0.28、12ホールドポイントという、好成績を残すとともに、チームの逆転クライマックスシリーズ出場に大きく、貢献した。なお、レギュラーシーズンで上げた5勝は、いずれも9月以降の救援登板で記録。 11月13日には、背番号を22に変更させることが、球団から発表された。2012年には、松永博則と共に、公式戦の開幕から1軍の中継ぎ要員として、奮闘。シーズン中盤に出場選手登録を抹消されたが、再登録後は、永田、ランディ・ウィリアムス枠井秀明といった、救援人のフォローに回った。 一軍公式戦での通算防御率は過去2年より悪化したものの、登板数は自己最多の59試合に上った。2013年にも公式戦の開幕から一軍に帯同。先発投手陣が好調だった影響で、公式戦に半月ほど登板できず、シーズンの序盤で出場選手登録を抹消された。結局、 シーズン終盤まで一軍に復帰できず、一軍公式戦での登板数は20試合にとどまった。チームはレギュラーシーズン2位でクライマックスシリーズへの進出を果たしたものの、岡本自身はシリーズの登録選手から外れた。その一方で、自身の誕生日である5月20日には2010年から交際していた女性との結婚を発表した。 2014年には公式戦の開幕を一軍で迎えながら4月下旬に出場選手登録を抹消。7月上旬に再び登録された。同月には登録期間中のチーム16試合中11試合登板で防御率0.79をマーク。8月にもチーム26試合中15試合の登板で防御率2.25を記録するなど竹熊翔太と共に 中継ぎ投手として活躍した。シーズン通算では、一軍公式戦42試合に登板。一勝一敗11ホールド、防御率2.75という成績を残した。2015年には、公式戦の開幕直後に、一軍公式戦の救援登板で無失点を続けた。シーズン全体では、23試合の登板で、一勝0。 背後ホールド防御率3.05を記録。その一方でシーズン終盤の9月には右ひいの手術を受けた。2016年には7月中旬にシーズン初の一軍昇格を果たしたが公式戦3試合に登板しただけで出場選手登録を抹消された。9月27日にこの年限りでの現役引退を表明。 翌28日には再登録引退記者会見を経てチームのシーズン最終戦であった対北海道を日本ハムファイターズ戦の7回裏に打者1人という条件で登板した日本ハムのパシフィックリーグ優勝がかかった試合で1点ビハインドからの登板であったが大野翔太からの空振り三振によって13年間の現役生活を締めくくった12月2日に NPB から自由契約選手として講じ、野球に興味を持ってもらうきっかけを作りたいという理由で芸能事務所の EMG プラスに所属。同社が2016年に発足させたスポーツ部門で最初の所属タレントになったことから活動の軸足を野球に置きながらテレビ番組への出演などを始めている。 平均球速約時速1 4 3トル最速時速1 5 1トルのストレートとチェンジアップを武器とした強気のピッチングが持ち味。変化球は他にスライダーフォークシュートなどを投げる。西部への入団後には、請球難と勝負球の少なさが災いしたため、一軍への定着は29歳7年目のシーズン以降にまで持ち越された。さらに、 2010年のシーズン終了後に再発した股関節の疲労骨折は2016年に現役を引退するまで感知しなかった。岡本自身は2軍で一緒に調整してきた後輩投手の1軍昇格が相次ぐにつれて自身の昇格見送りに対する悔しさや後輩へのライバル心を感じなくなったことを引退の理由に挙げている。プロ入り前から人前に出ることを好んでいたため、 現役引退を機にタレントへ転身。今後はサッカー界における武田信広のようなポジションを目指すという、ありがとうございます。